すいません、交通関係の専門誌、はい、東京交通新聞社の記者の田中と申します、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。実はお伺いしたいことはですね、本日提出予定のタクシー規制に関する国家戦略特区の提案に関することでございます。市の方としてタクシー運賃やタクシーの台数規制、新規参入といったものについてですね、規制を緩和する内容だというふうに聞いておりますが、まずその具体的な中身について伺いたいというところと、あとこちらの方につきましては府との共同提案になるというふうに伺っておりますが、そのあたりもお聞かせください。またなぜこのタイミングでこうしたものを提案されるのかということもぜひ伺えたらなと思っております。府と共同でやるのは、まずタクシーのこの問題については大阪市だけのエリアじゃなくて、周辺の豊中市とかそういうところも含めたこれは制度になってきますので、大阪市単独ではやっぱりできないということですから、これは大阪府との連名でやっていきます。で、特に大阪府がタクシー業界のとの窓口だったりとかですね、また労働政策なんかも大阪府が中心にやっていますから、タクシー運転手さんのね、その労働環境の改善という、こういうことも基本的には大阪府の所管事項なので、そういう意味で大阪府と大阪市のある意味連名ということになりますが、ただ全面的にはこれ前面に出るのは大阪府の方で出てもらわなきゃいけない、そういう特定案だと思ってます。それから中身については、これは僕の問題意識なんですけどもね、タクシーのその運賃の幅を決めることだけでね、今のタクシー業界においていろいろ言われている問題が解決できるのかといえばそれは違うと思ってます。特にこのタクシー運賃の問題、過度な競争というものが問題だから、一定の参入規制をしなければいけない、料金についても規制をしなければいけないと言われてきた理由いくつかあるんですけども、一つはタクシー運転手さんの、労働環境が悪くなって賃金も下がってきて、非常に安全面でも、これは問題になるんじゃないかと。要は安い賃金で長く長時間働かされて、以前の高速バスの問題と同じように非常にタクシー運転手さんの労働環境が悪くなってるんじゃないか、過度な競争によって。それが一つ、それに連なることではあるんですけども、タクシーのサービスの質が低下してるんじゃないか、過度な競争によってね、こういうことが言われてきて、今回の議員立法で、これは日本維新の会も賛成したんでね、僕はこれは大いに疑問を持ってるんですけども、日本維新の会も賛成して国会議員の議員立法でこのタクシーの規制の法律が通りました。でも僕はこのタクシーについての規制緩和が始まったのが小泉政権の時ですかね。で、あの時からね、じゃあ今回の法律が制定されるまで、本当にこの1年ぐらい前までの、直近までですよ、タクシーのサービスが低下したとは僕は思っていません。で、小泉政権以前とね、小泉政権以前、いわゆるタクシー業界っていうものが規制で守られていた時代と小泉政権後を比べてみて、タクシーのサービスっていうのは小泉政権前の方が良かったのかといったら僕はそうは思いませんね。だから小泉政権による規制緩和によって、乗ってる側の方の立場としてはね、タクシーのサービスの質は変わっていないというのがもう率直な市民感覚です。で、むしろタクシー料金が下がって、非常にありがたい思いを、長距離なんか乗るときにありがたい思いをしてきました。だから利用者の立場に立った場合に、小泉政権前と小泉政権後、タクシー規制について、規制があったときと緩和をされた後では、サービスの利用者としては全然質については問題は感じていないし、むしろ料金が下がったことによって非常にありがたく思っていました。ただタクシー事業者の立場に立つと、非常に競争が激しくなって利益が生まれなくなったりとか、そのことによって運転手さんのその給料が安くなって労働環境が悪くなったという事情があるのかも分かりません。だから僕は今回その特定案をしましてね、これは誤解してほしくないのは、今あるその法律をね、
その新しく議員立法でできた法律を全部大阪では排除してくれって言うつもりはありません。今の大阪で走ってるタクシーのね、その質をより上げるために一定の条件をつけます。だからタクシーの質のサービス向上、それから運転手さんの労働環境の改善、こういうことも一定レベルアップを図って、それをクリアしたところはタクシー料金については基本的には自由と。だからタクシー料金を行政がタクシー料金についてこうなんていうんですか、いくらからいくらまでって決めることでね、それでサービスが何か変わるのかとか、運転手のその労働環境が変わるのかっていうのは僕は大いに疑問ですね。まあこれタクシー事業者としては利益になるんでしょうけども、本当にこれで運転手の賃金改善につながってるんですかね、あの質の向上につながってるんですかね。これ利用者の立場から見ると大いに疑問なので、これは運賃で規制する問題ではなくてね、サービスの質の向上とか、それから運転手さんの労働環境というものは運賃で規制をするんではなくて、条件をちゃんと設定すればいいわけですよ。だからこれからその条件の詰めをね、しっかり大阪府と大阪市でやっていきます。で、目指すところは日本で一番質の高いサービスが集まる街にする。でこれは外国人観光客が昨年度に比べて今年度は262万人100万人外国人観光客が増えました。今年度は320万人まで達するという見込みになってます。で外国人観光客を呼び込んでくるというのは日本全体の成長戦略の一つでもあります。でやっぱりその外国人観光客が初めて訪れる地において、まあそこで第一印象ですよ、それはやっぱりタクシーのねサービスだと思いますね。最初に空港からタクシーに乗る、まあホテルからタクシーに乗った時に印象が悪かったらね、その都市の印象ってものは全部それに引きずられてしまいますよ。だからこれは局内で、ね、特に経済戦略局の局長、これ民間から来た局長なんですけども、外資系で働いてた局長ですけども、やっぱりタクシーのサービスっていうのはその都市のね架空に関わると、外国人観光客のファーストインプレッションに関わることなので非常に重要ですよって話を聞いたのでね、じゃ まあ国が国会議員がこうやって、料金で、何か規制をやろうなんてこんな馬鹿げたことをやるんであれば、きちんと大阪においては全国で一番の、全国で一番サービスのいい、またタクシー運転手にとっても労働環境のいい、きちんと整ったタクシー会社を集めると、その代わり料金については自由にしてもらうと。もしかすると今運輸局が定めている幅よりも経営努力によって下がる場合もあれば、いや無理ですと、そんなところまでのサービスとかね、こんなところまでの労働環境、タクシー運転手に対する労働環境を求められたら、とてもじゃないけどもやっぱり運輸局のこの設定している運賃の幅になるかもわからない。その運賃についてはもうそれは事業者が決めることでね、役所サイド、僕らが求めることはそのサービスの質とタクシー運転手の労働環境という部分をしっかりとそこをレベルアップを求めればいいわけで、そこをクリアしてもらったら料金については各事業者自由にしていいんじゃないですか。だから料金について今運輸局が定めているようなね、料金いくらからいくらまでなんて、こんなことをやってもね、それがタクシー運転手に還元されてるのか、利用者のサービス向上につながってるのか分かんないわけですよ。これはもう完全にね、業界の利益を守るようなね、そんな既得権を守るようなそんな法制度ですから、これは日本維新の会としては政治理念上こんなものは認めるわけにはいきません。だけど繰り返し言いますけども、タクシーの質を上げる、タクシーのサービスを上げる、それからタクシー運転手さんのね、労働環境をやっぱりこれはレベルアップすると、ここはしっかり守らなきゃいけないので、ここはきちっと条件設定をした上で、そして料金についてはそれぞれの企業努力に委ねるという、まあ当たり前のこの制度理念に基づいて今回の特定案をしました。だから今やってる議員立法で成立した法律っていうのは本当に馬鹿げた法律だと思いますよ。あんな法律を作って本当にタクシーのサービスの質が上がるのか、タクシー運転手のその給料が上がるのか、何も分かんないわけですから。
だから僕はきちっとタクシーのサービスの質を上げて、タクシー運転手さんの労働環境をきちんと改善するというところの条件設定をした上で、料金については自由と、それから参入についても基本的には自由、まあ、そういう意味で大阪にね、非常に企業努力をガンガンやって、そして、質の高い、タクシーサービスを提供し、運転手さんの労働環境もきちんと改善できる自信のある、ね、タクシー会社に大阪に集まってきてもらいたいですね。他の都市だったら料金規制やられてしまっても全部一律、どんだけサービスを良くしようが何しようがみんな料金が一律だから利用者にとっては選択の余地がない、こんなところでやるよりも、まあ、大阪に来たらちゃんと質を向上して運転手の労働環境さえ整えば自分たちの経営努力を遺憾なく発揮して料金は自由に設定できる、もっと言えば決められた料金よりも安い運賃で利用者にアピールができる、それだったら大阪でタクシー事業をやろうというふうになってくれるような都市にしたいと思って特区を出しました。で、時期については外国人観光客が増えてきているこの時期だからこそ大阪の都市格を上げる、外国人観光客に大阪の街ってすごいよねと思わせるためにはファーストインプレッションのタクシーのサービスの質を上げるということが重要だと思って、まあ、この時期に特定をしたというところです。すみません、確認なんですけども、そのタクシーの質の部分の質と労働条件というのをどういうふうな形でこれを、担保するっていうのはあるんでしょうか。いや、これはだからこれから府市で、詰めていきます。これは今これから詰めていくということでよろしいですか。だから特区提案を今はしたところで、はい、これから国との協議が始まるんでね、じゃあどうやって質を確保するんだと、どうやってタクシー運転手の労働環境をきちんと守っていくんだという話になりますから、そこは役所としてしっかりやっていきます。その代わりそれをクリアしてもらった分、タクシー事業者については料金なんかでいちいちね、役所は口を出さないし、新規参入もそれは認めていくと、そんなところで、新規参入を拒むとかそういうことはしないということです。新規参入を認める場合については、これは新規参入の審査というのはこれは大阪市の方で行うイメージなんですか。いや、ですからね、はい、やるとすればもしその権限をね、こっちに譲り渡せということになれば府がやることになると思うんですけども、権限以上まではこれはその特区の中でできるかどうか分かりません。だからそれは特区の中でね、別に審査ということじゃなくて、新規参入は基本的には認めるという条件をクリアすれば新規参入を認めるよというようなことをやれば、そんな細かな審査ということもなくなるし、だからこれ日本全国でやるんじゃなくて、まあ、大阪でまず試してやってみましょうよと。だからあれだけタクシー業界がね、ワンワン声を上げて、今のタクシーのこの状況だとタクシー運転手がもう全然生活ができなくなるとか、タクシーのサービスが悪くなると、あんだけ業界が言ってたことが、僕はその問題意識は受け止めます。だけれどもそれをね、料金の規制でそれを解決できるかといったら違うと思う。で、もう一つはこれ特区ですから、今日本全体で、大体設定されている条件よりもより高いものを設定します。で、より高いもの、まあ、日本で一番いいタクシー会社が集まってくれるような条件設定をする代わりに、それをクリアしてくれた会社については料金は自由にやってもらう。だからもしかしたらこっちが要望するね、条件をクリアした場合に、いやそれはもうやっぱり運輸局の定めたね、料金の中じゃないとそれは無理ですわって言われるかも分かんない。だから僕らは料金のことはもう考えない。どういうような質と どれぐらいまでのタクシー運転手の労働環境というものを改善すべきなのか、ここだけを僕らは考えて、料金についてはもう事業者に任せると。それは安くなる場合もあれば高くなる場合もあるかも分かります。でも仮に僕はね、そのこの料金の規制が馬鹿げてるっていうのはね、料金を規制したところで質も分からない、タクシー運転手の労働環境が整うかも分からないわけですよ。で、僕が今やろうとしてることはかなり高度なサービスとかを設定するわけですよ。そしたらね、料金が高くなるかも分からないです。もしくは東京で730円とか800円になるかも分からない。でもサービスに見合ってたらね、全然それ誰も文句言いません。ああこれこんなサービスしてくれるんだったら700円でいいやとか750円でいいやとか。問題なのは料金規制だけを一律にやって、質の悪いタクシー会社も質のいいタクシー会社も
一律の同じ料金というのはこれがね大問題だと思いますよ。そうしたらタクシー乗った時にこんだけの料金取られるのにこんなサービスかってなってしまうんだ。で僕は小泉政権前にはそういう経験を多くしてきました。タクシー乗っても行き先言っても返事もしないしね。でお金渡してもうんともすんとも言わずにお釣りを返したりとかね、ありがとうございますね一言ぐらいあってもいいだろうとかね、そんな経験を小泉政権以前にもわもう山ほどありましたよ。で普通に自分で車を運転しててもマナーの悪いタクシードライバー山ほど経験しましたよ。であれ小泉政権の時代に規制で守られてた時代ですよ。でその時代からじゃあ小泉政権になって規制緩和になった時に僕はむしろ業界の努力によってね、タクシーサービスって良くなってきたんじゃないのかなと思うんですけどね、業界努力によって。でそれはね切磋琢磨になったからですよ。やっぱり努力して安く行かなきゃいけない、サービス良くしないとそれは台数が増えてきてね、今ここで僕名前を挙げれませんけども、やっぱり電話でタクシー会社を呼ぶときにはこの会社とこの会社にしようってやっぱ決めてるところありますよ。そうなってきました。でこれ小泉政権前だったらみんな一緒だったから、あそんな努力なんかしてなかったと思いますよ。台数も全部守られて、で小泉政権以降やっぱり特定の会社はサービスが良くなったなということを実感して、してますよ。これこそ切磋琢磨で、これをまたね 元に戻してしまうなんていうのはね、国会議員はバカとしか言いようがないですよ本当に。あ選挙前にもあの票を当て込んでそれやったんでしょ。国会議員はなんでねこの法律作ったかって分かってるんです。僕は国会議員タクシー乗らないから、あのハイヤーばっかりだから、だから普通のね庶民感覚のこのタクシーの状況って知らないんですよ。あれもう新幹線の駅に付き合うお迎えのハイヤーが来てね、国会の周辺では黒塗りの車ばっかりでしょ。国会議員全部ねハイヤー乗せずにねタクシー乗せるっていうことのね、法律でも作ってやろうかと思うぐらいね腹立ってますよ。タクシー乗ってみろと。小泉政権前と小泉政権後のねタクシーの業界の状況、むしろ僕は小泉政権後の方が業界の努力によってはるかに僕はレベルアップしたと思いますね。だから今回のこんな馬鹿げた国会議員が作った法律なんていうのはもう本当に馬鹿げすぎてますんでね、大阪においてはまあこの法律を全部撤廃しろって言ったってこんな弱小の日本維新の会の主張だけでは通りませんから、まあ、少なくとも特区でね法律は法律で残しておきながら、大阪の場合にはより質の高いタクシー業者に集まってもらうために条件設定をした上で、料金については安くなっても高くなってもいいと、それだけのいい質を提供してくれるんだったら僕は料金は高くなってもいいと思ってるので、何でもかんでもこれは料金を下げるための特定案ではないです。安かろう悪かろうというものはそういうことを認めるような特定案ではなくて、いいものについてはまあ、いい料金でもいいじゃないかというそういう視点での特定案なんですけどね。ありがとうございました。ちょっと細かい確認なんですけども、はい、今運賃のお話は運賃の今お話はすごく理解ができたんですけども、はいはい、台数を抑えるっていうのもその新法の中には含まれてたと思うんですが、特区ではその考え方としてやっぱりその台数の増加についても運賃と同じように条件を満たせばということ、うん、だって台数がだから増えてきておかしそれで厳しいっていうのはだから結局質が悪くなるタクシー運転手の賃金が下がるって話ですから、しっかりそれを守ってくれるねタクシー会社が入ってきてくれるんだったら別に制限する必要ないんじゃないですか。それは他の業者が努力不足というか ある企業の方がいいサービスを提供しタクシー運転手の労働環境もねきちっと守るとにもかかわらず運賃はそこそこに抑えてると、こういう会社が入ってきたら困るっていうのはそれはもう業界団体を守るね既得権を守る以外の何者でもないわけですから、そんな民間企業ないですよ。普通はいい商品作ればそこに追いつかないとみんな普通は淘汰されていくんでね。だからまずこの特区によってね、僕はこことこことここのタクシー会社って全国見渡したときにこういうタクシー会社に来てもらいたいなと思うところはいくつかあるんですけども、そういう会社がわんさか大阪に来てくれてね、大阪のタクシーをやろうと思ったら企業努力によってこれぐらいのレベルを達成しなきゃいけない、しかもそれによって、運賃もこれぐらいに抑えなきゃいけないっていうことになればね、僕はこれは
日本国内で差別化ができると思ってますからね。やっぱりタクシーっていうものは特に外国人観光客にとっては最初に乗る印象、これは非常に重要で、ああ大阪に来てよかったなって思ってもらえるかどうか非常に重要ですから、まあ、目指すところは日本で一番のねタクシー会社に集まってもらうと、これがあの特区の趣旨です。何でもかんでも競争させて料金を下げさせようと、料金安く質も悪く、まあ、こういうデフレ型 の, その経済といいますか、そういう戦略ではなくて、ね、質のいいものに集まってきてもらうと、そういう意味では今回のタクシーのこの議員立法であった法律なんて本当馬鹿げてて、質の良さの向上なんて何も考えていませんからね。業界団体の保護以外の何者でもないですよ。でタクシーのあの話はね、僕も資料ちょっと確認しましたけども、利用者視点が全く抜けてますね。だから規制改革会議の方で利用者視点をもっと持つようにっていうような意見が出たと思うんですけど、アンケートなんかでやっぱり利用者の方のアンケートってきちっと出てないですからね。だから業界団体の方がこのままだったらタクシー運転手の給料が下がって安全に関わるとか、まあ、いろんなこと言ったんでしょうけど、だから僕はそれ認めますよ。だから高速バスのようなね、あんな事態になっちゃいけないんで、やっぱり一定のルールを設けて、じゃ あ今回運賃のあの規制やった時にタクシー運転手の労働環境どこぐらいまで、それ最低賃金みたいなもの入れるのかどうなのかね。あれ料金ああいうの決めて、じゃあそれがどんだけ賃金に還元されてるのかも分かんないままですよ。あの運賃で規制するなんていうのは本当にね、社会主義国というか共産国家のやり方のようなもんでね、日本でやるような政策じゃないですよ。だから一定のルールは必要ですよ。何でもかんでも自由にさせればいいとは思っていません。だからやっぱりそこは公共交通機関で安全に関わることなので、まあ、一定のルールも必要だし、で質の確保ということであればね、僕は今のタクシー業界に不満 もたくさん持ってますから、じゃあ本当に質の確保って言うんだったらもうちょっとちゃんとやってよと、それこそ条件にね、ありがとうございますって言えとかね、入れたいぐらいですよ。そんなのは荷物を重いの持ってたらね、しらーん顔して運転席に座ってるんじゃなくて、それぐらいちょっと手伝ってくれとかね、言いたいこと山ほどあるんですよ。でそんなことをきちんと業界の方がやらずにね、運賃だけをこれを一定 その料金確保だけはやってくれ、これがこれをやってくれないと安全が阻害されるなんていうのはね、これはちょっとね業界の主張はおかしいと思いますよ。でそんなのにね左右されてしまう国会議員というのも情けないですね。だから本当に質の確保、タクシーのサービスの質を良くする、タクシー運転手の労働環境を本当にしっかり守っていくっていうんだったら、ちゃんと条件設定してね、その代わり料金とかそれは企業努力に任せると。まあ、これ特区提案した、ね、またどうせ報道で今喋った丁寧に喋りましたけど、業界紙には僕は期待してますけどね、一般紙の場合には橋本タクシー規制緩和とかなんとかってやって、もう明日から僕タクシー乗りにくくなりますよ。それほら運転手さんにまた同じ話、これ乗ったところから降りるまでこの話延々繰り返さないとね、橋本さんあれをちょっといい加減にしても、せっかく今料金こういうふうになってね落ち着いたところなのに、また大阪で規制緩和になってたら私ら の給料どうなるっていう話絶対なるんですから。だからこれは僕が言ってるのは、条件設定はして料金は高くなってもいいですよってことなんです。何でもかんでも下げろじゃなくて、まあ、大阪で一番いいタクシー会社で、これはタクシーの質とそれからタクシー運転手の労働環境も一番いいような、ね、会社に来てもらうというのが特定案の趣旨です。まあ、全国の他の都市との差別化を図るってことなんですけどね。業界誌ってタクシー業界に配る雑誌なんですか？知らないです、はい、そしたらもうこれを批判してるところのところから会費をもらってまた新聞発行してるわけです。そういったものでもないです。そうなんですか。じゃあきちんと客観的に、はい、そこは客観的ですので、はい。